はい、皆さんこんばんは。本日ですね、発表されましたXperia Pro I ですね。それの、体験会っていうことでですね、ちょっと特別に呼ばれて、今日行ってきた感じなんですけども、今私 Xperia 1 Mark 3とですね、Xperia Pro、ね、今年もこう2台ね、もう買っちゃったわけなんですけども、で、正直こう Xperia ばっかりこうどんどん出てきてですね、1年も経ってないのにまた Xperia Pro のまた新しいやつ出んのとは思ったんですけど、Xperia Pro に関しては、より α との連携ができるよねっていうところで、HDMI 端子、5G のミリ波対応っていうね、スタイルになってると。まあ、かつね、長時間運用もできるよねっていう、このマグネシウム合金のボディになったりとかするわけですね。で、Xperia 1 Mark 3に関しては、1台でマルチに扱えれるスマホ。なので、当然ながらカメラに関しては4つの、ね、レンズを搭載してる。そして、動画の方もね、そのレンズ使いながら 4K120p まで撮れるよねっていうところもあります。そして、360度リアリティオーディオとか、で、今回これが、新しいこの VR ですね。VR8K、世界初の 8K の VR モニターとして、Xperia 1 Mark 3と Xperia 1 Mark 2が対応になりました。これめちゃくちゃ綺麗でしたね。正直、こういうスマホをね、VR のものにくっつけて、見るっていうスタイルは、正直どうなんっていうことは結構疑ってたんですけど、めちゃくちゃ良かった。なぜそこまで、視野率が180度角で曲がったりできるんですけど、なんでそんなにいいんだろうなと思ったら、この Xperia 21対9なんですよね。ここの広さを活用した VR なんで、もう、ものすごくフィット感良かったです。そこもちょっとね、動画でね、ちょっとね、ざっくり見ていただきたいなとは思うんですけど、まあ、なんせ本当にこの、年間に Xperia 一体何台出んのっていうぐらい、そして何台買うのみたいな。で、今回ね、ちょっとね、正直、また出るのか、ちょっともういらないかな、とかって思ったんですけど、なんか、それぞれの良さっていうのが、結構この Xperia には詰まってるので、なんか、その日の気分によって変えてもいいかな、とかって思ってて、なんか、Xperia Pro、Pro I っていうのかな、あれに関しては、やっぱりその1インチのセンサーがついてるから、RX、ま、100の Mark 7かなと、ほぼ同等のね、内容、スペックとして使えるというふうにも聞きました。なので、まあそういうところの運用とかって考えると、あ、面白いなと。で、私がまあすごくいいなと思ったのは、この後ろにつく、磁石型のね、モニターなんですけども、そのモニターが、フォトグラフィープロとかね、新しいビデオグラフィーだったかなっていうね、なんかアプリとかあったんですけど、それに対応してるよねっていうところもあって、で、本体からバッテリーを給電する、まあ、充電かな、給電しながら使えるっていうタイプなので、非常に運用もよく簡単になってるのかなと。で、残念ながら Xperia 1 Mark 3とか Xperia Pro にはモニターは今のところ使えないっていうふうには聞きました。ただ、後々のファームウェアとかでやっぱり使えるようにはしてほしいなと思うので、そこは、ひょっとしたら、後々ね、なんか使えるようになるのかなというところもあって、で、モニターの輝度とかすごくね、映りが綺麗で、だいたいああいうね、小さなモニターってそんな精度良くないんですけど、α より一回り大きいんですよね、モニター自体が。で、どこのモニター使ってんのってことを突っ込んで聞くと、どうもですね、結構 FS とか、専門のビデオカメラについてるモニターをそのまま使ってるという技術をね、っていうものを聞きましたので、あ、それは綺麗だよねっていう感じもありました。なので、あれを使いながら、Xperia だけでの、Vlog の収録とかもできるので、わざわざ、例えば、なんだろう、α7S3 とかっていう高い機種でね、4K 撮影したりとかっていうことあるとは思うんですけど、あれで十分できんじゃないのっていう。なので、夜間とかの撮影になると、どうしてもその動画では、ISO の感度上げたりとかするから、そこに差は結構出るとは思うんですけど、
昼間のね運用で動画だったらバチバチ撮れんじゃないのっていう感じとかね、まあ、写真でも実際そのスローシャッター使えるんで、なので夜の撮影三脚、まあ、シューティンググリップ使っての、まあ、撮影もできるから、結構多分使うユーザーがいろんな使い方を発掘できるんじゃないかっていうスマートフォンになってましたね。なので、まあ、私も多分なんだかんだ言いながら多分エクスペリアプロのね、あの i12 月なんで、まあ、12月は誕生日だからもう自分のご褒美で買っちゃおうかなと思ってたので多分買います。で、それぞれのね良さっていうのがいろいろあるから、なんかそれで使い分けても面白いのかなと思ったりもしました。で、すごくいいなと思ったのがモニターですね。外部モニターからヘッドホン端子がつなげれるので、そこからダイレクトで有線で聞くこともできるし、まあ Bluetooth も接続できるので、そもそも低遅延になってると思うから、そこで Bluetooth のもでモニタリングしながら撮影もできるなというふうも感じました。なのでゲーミングイヤホンなんかやると遅延少ないんで、なのでその辺でやると結構実運用できんのかなとか、まあ、私が今こう撮影してるやつも ZV-E10 ねでやってるわけなんですけど、この運用自体ももうスマートフォンだけで撮って、スマートフォンだけで編集して YouTube にアップしたりとか、そういうことがいよいよできてくるんじゃないのかなというふうにちょっと感じましたね今回。なんで本当にソニーらしい一台が出てきた一年だったのかなと。なんでまあApple さんなんかもね、iPhone13 とか出たりとかね、先日お話した Apple Watch シリーズ7とかもありますけど、大型なアップデートはなかった年だったんですね。なんでまあ来年度ぐらいは大型アップデートが行われるのかなと思うんですけど、結構ソニーさんその辺がなんか本当に、まあ、殻を破ったっていうか、本当に面白い機種がいっぱい出てきたよね。まあ、実際ね、もともとあったじゃんみたいな、例えばこういう Xperia 1 Mark 3 の可変レンズに関しても、昔こういうのがそもそもサイバーショットであったよねっていう感じなんですけど、それをうまいこと使うソニーさんのこの技術っていうのは僕はすごく好きで、なので個人的にはやっぱりソニーって面白い商品出すよねっていうところがねすごく感じました。で、あと Xperia 1 Mark 3 Xperia 5 Mark 3かなの SIM フリーモデルが出たっていうのも一応聞きましたので、デュアルシム化されてましたからね、あ、それもいいな。もうちょっと遅く聞いてたらね、シムフリーモデル買ってたんですけど、まあ私は残念ながらドコモのキャリアを買いました。なので今日ね、ちょっと体験会行ってきましたのでね、ぜひそのあたりも見ていただきながら、またね、チャンネル登録ぜひしていただきたいなと思うんですけど、今からとりあえずその動画をですね、ちょっとざっくり、ほんとショートカットでね流したいと思うので、ぜひ見てください。はい、今ですねこの Xperia Pro i ですね、これをですねちょっと今見に来てるんですけど、いやとにかくこれすごいな、1インチやっぱやばいっすよ。で F2.0 ですね、これの、から F4 っていうね切り替えもできるし、なんせこの1インチのボケ感っていうのがしっかりわかるかなと、そこはすごく感動するポイントですね。で本体のこのシャッターユニットの作り方がすごくその RX みたいな感じになってるので、すごく分かりやすい、デザインが超いいです、めちゃくちゃかっこいいです。もう一つ出るのがこの、自撮り用のモニターですね、これがタイプ C ケーブルでパチッとこうつながるようになってるんですけど、なんせ結構簡単で、ここの裏にですねパチッとこうワンタッチくっついて、さらにここでタイプ C ケーブルでここに挿すと、でこれだけなんですよ。でこの中の、アプリ、対応アプリを起動することでこちらの背面が起動しますよと。で横にスイッチがこうついてるので、ここでポンとこうですね、これ入れることで、そうするとこういう風に見えますかね、自撮り用のモニターとして起動すると。で本体ですね、本当にこうシンプルな設計になってて、タイプ C から C とつながると。で横にですね、電源の供給のですねタイプ C の穴があったりとか、イヤホンですね、イヤホンの穴があったり、で横にですね、輝度ですね、明るさを調整するとことか、フリップという押すと
回転するんですね、これ。左右反転上下回転っていうことで回転もできると。なのでこういう運用とかもできるわけですね、結果。なかなかこんな感じ、面白い。だからなんかこれ一人で Vlog 用として運用できるから、なんか ZV-1 とか ZV-E10 とかと、まあ、完全ライバル機になるよねっていう感じだと思います。でこれを接続してる時っていうのは、後ろがこんな感じでビデオモニター接続中なので、後ろの背面としては使えない。ただここの裏のコントロールはできるんですね。こういう風にスクエアにしたりとか3単位にしたりとか、使える機能結構あるな。ベーシックモードとかも使える、うん、こんな感じ使える。だからこっち見ながらも結構使えるよねっていう感じですね。でこのビデオの方に関してもしっかり使えますよと、うん、モニターの輝度が超いいですねこれね。で上にですねマイクを載せる端子がついてますので、ここは MICU は非対応ということになってますね。こんなスタイルでございます。うん、めちゃくちゃ認識しますねこれ。どの角度来ても OK ですね。結構よりいけるのかな。あ、多分近づけ、あ、全然いきますね、はい、引きもいける、よりもいける。そして手前の方にしっかりこうピントが合ってるって感じですね。これが、新機能のビデオグラフィープロかな。うわこれすごいな、これめちゃくちゃ食いつきますね、これ。いやー、これはすごい。かつ、うわ、瞳 AF すごい、ゴリゴリいきますね、AF が。すげえ怪しいです。こんな感じになるんですね。アプリを立ち上げて、これ入れる。ほう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 。で、こう見る。うわ、これすげえな、めちゃくちゃ綺麗。後ろまで見る。え、すごい。なんか見えてるんですか、映像が。あ、今止まってます。ですよね、そうですね。なんか見えてるのかな、それで。あ、再生しました。あ、しました。はい。綺麗ですよね、これね。すごい綺麗ですよね。ね、もうこれで家、自宅にいて。周りの方が何人目、はい、何名か増えたのでギャラリーがお願いします。どんどんグリグリ動いてもらって人がいます。